ていただきます。解説はですね、フォーミュラーワンで根本鈴鹿とのですね、最初のフォーミュラーワン優勝を飾り、そしてその後ですね、フォーミュラーワンで活動後、今度はインディー、アメリカに渡りインディー500でもですね、2度優勝を飾っていらっしゃいますレーシングドライバーの佐藤拓磨さん、そして元フォーミュラーワンドライバーで、世界耐久選手権で、世界チャンピオン、そして今24時間でも、数々の優勝を飾っていらっしゃいます、こちらもですね、元レーシングドライバーの中島和樹さん、お二人に放送席に来ていただきました。拓磨さん、拓磨さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、今フォーメーションラップに20台の車両がスタートしていきました。それではですね、実況放送を皆さんにお届けしていきます。FM 放送は周波数 78.3MHz で、お聞きいただいていると思います。場内の PA システムでもこの放送は聞こえていると思います。さあ、拓磨さん、はい、春開催、最高のお天気と、そして桜、もう条件としてはとりあえず最高ですよ。もう完璧なレース日和ですね。はいはい。そして中島さん、昨日も熾烈な予選、本当にシビアなね、ダイムさんもすごくクロスしているところだったんですけれども、今日のレースどういうふうにご覧になりますか？そうですね、思っている以上に路面温度も高くなってますし、チームも先が読みづらいレースだと思うので、キーさんなんか読みづらいところもあるとは思うんですけど、戦略含めてどういうふうになるかすごく楽しみですね。はい。さあ、ということで、鈴鹿にお集まりのフォーミュラーワンファンの皆さん、10万2000人のファンの皆さん、楽しみな準備を整えます。